発車メロディ。発車メロディは、主に鉄道駅において列車が発車することを知らせる、音楽、またはそのシステムである。バス停留所や遊園地のアトラクションでも、同様の目的、機能を果たすのが存在するほか、貨物駅でも入れ替え、発車時に注意喚起の目的で、同様のシステムが採用されることがある。なお、列車接近、通過時に列車が接近することを知らせる、接近メロディも、 本校に手術する。列車発車時のメロディチャイムブザーなどをひとまとめにして、発車ベルということもある。実際、国鉄をはじめとして、電子音が普及する前は、目覚まし時計のようにじりじりと音が鳴るベルを使っていた時期が長い。車両によっては、車両の車外に案内用スピーカーを搭載し、乗務員の押しボタン操作によって、発車メロディ、乗高速信音、 乗降促進放送を鳴らせるものもある。これにつては乗車促進音を参照。発車メロディの講師については、諸説あるが、1970年代には一部の大手私鉄で使用されていた、1971年8月より、京阪電気鉄道で使用開始。1989年、平成元年3月には、ヤマハで新しく開発された発車メロディが、 当時1日の乗客数150万人を超える JR 新宿駅、渋谷駅で使用開始され、東京を中心とした日本中に発車メロディの存在知れ渡ることになった。北海道旅客鉄道、JR 北海道では唯一、函館駅が旅立ちの鐘を発車メロディとして使用している。深夜帯を除く時間帯に特急列車、北斗、 スーパーホクトに限って使用される。約15秒にわたる長さであり、他の鉄道会社のものと一線を画している。現在最も多くのメロディを使用する、東日本旅客鉄道、JR 東日本では、旧日本国有鉄道、国鉄時代の1970年代後半から、電子音化した、ベル、ピロピロピロという音を使用していたが、多数の駅利用客から耳障りであるなどと、 不評であった。そのため、1988年の千葉駅での発射ベル廃止を経て、女性社員らが主導となり、プロジェクトを立ち上げ音響機器、楽器メーカーとして知られる、マハに新しい発射メロディ放送システムの開発を、依頼1989年3月11日に、新宿駅と渋谷駅に導入した。この際に、ピアノや、鈴、 ハープといった音色と人の心を落ち着かせる雰囲気のメロディを採用た。音色は去ることながら、当時12番線あった後の1991年に成れたエクスプレスが追加され14番線となる JR 新宿駅のホーム間で不協和音とならないよう駅全体の調和を考慮するなど多くの工夫が施されたことで有名である。現在、両駅は別のメロディを使用している。 1990年代に入り初期の発射メロディが好評を博したことを受けて、大気でも導入の機運が高まったが、以後の導入に関しては、コストダウンを図ったシステムが採用された。採用された代表的な会社が、音響機器メーカーのユニ、PX、ユニペックスで、オカリナ奏者、総二郎のメロディ、声優や、雲を友として、などの他に、オリジナル曲を採用した。 これらのメロディは、同社が製造した自動放送装置と合わせるようにして、コストダウンを図ったと思われる。なお、これらのメロディは、東京近郊の駅で導入していたが、総二郎の曲は、契約上の関係で社横浜、八王子、東京、大宮支社管内の駅では2005年3月頃を、川切りに相次いで変更され、2014年3月の、 上越線高崎と岩町駅を最後に消滅した。1990年代後半から、蒲田駅で、蒲田更新曲が使われたり、高田の馬場駅や新座駅で、鉄腕アトムのテーマ曲を使うなど、駅に関連する曲が使われる機会、いわゆる、ご当地発車メロディが増え、2010年7月からおよそ1ヶ月の間、新橋駅の発車メロディが、ウイスキーが、 お好きでしょに変わったが、これは発車メロディを使ったサントリーの広告という位置づけであり、JR 東日本として初の試みであった。総じて、JR 東日本管内では、関東エリアのほとんどの駅の在来線ホームと一部の駅の新幹線ホームが、旧来の発車ベルから発車メロディへ変更されている、もともと発車ベルがなかった駅を除く。よって、 関東エリアの在来線ホームが未だに発車ベルのままとなっているのは少数に限られる。一方で、長野支社管内などではもともと発車メロディを採用していた駅が放送設備更新によりベル化したいう事例もある、上諏訪駅、南小谷駅など。なお、JR 東日本の支社では、新潟支社のみ、長らく発車メロディを導入していなかったが、2013年9月1日から、 白山駅で2014年3月から、村上駅で2018年4月15日から、新潟駅でそれぞれ使用開始した。長岡駅でも発車メロディが導入されている。なお、JR 東日本の一部の車両、E129 系、E233 系、E531 系、E721 系などには、車両側に、車外メロディが設置されており、 主に関東や東北エリアの発車メロディ未設置駅、直通他車線、JR 東海区間と小田急線内、東京メトロ千代田線で使用されている、一時期実験的に吉祥寺駅で車外メロディのみ作動させていた。2018年8月1日より、常磐観光線の亀有駅取り出駅間にて、駆け込み乗車が減る、有効性を確認するため、 駅の発車メロディに代わり車外メロディを鳴らす実証実験を行っており効果があったことから2019年3月16日から車外メロディを鳴らすことを開始した仙台空港駅でアニメウェイクアップガールズのエンディング曲ことのハーオーバーが使用されているそれ以前は JR 東日本でも使用されている桜井音楽工房製の とワイライトが使用されていた。また、車両にも、車外メロディが搭載されている。1991年に、東武宇都宮駅に、初めて導入された。2000年代までは一部の始発駅のみで使用していたが、2005年頃より、中間駅でも発車メロディの使用を開始し、本線、館林駅、南栗橋駅以南、野田線、全駅、東上線、 小川町駅南に導入を進めている。発車メロディ用のスピーカーは一部の駅を除いて駅員放送用のスピーカーと別に設置されている。2014年以前は発車案内メロディと称していたが2015年以降は発車メロディと称している。1994年から1998年、ゴロは主に始発列車の設定のある駅のみで50種類ほど用意。 されていたが、その当時の発車メロディが残るのは、玉子線国分寺駅、萩山駅一番ホーム、西武遊園地駅、玉川線白糸台田駅、東駅始発列車のみ、これまさ駅のみとなっている。玉川線武蔵境駅はかつて旧メロディを使っていたが、その後オリジナルのものになっている。他の駅は路線ごとに統一されて6種類のみとなり、 車掌の手笛を廃止の上従来使用していなかった各駅も導入している。なお、一部駅を除き車掌が持つワイヤレスマイクに備えられたボタンを操作することでメロディが流れる仕組みになっているためワンマン運転列車の設定されている線区では新意、メロディは使用されていない。多くの路線では発足以来低都高速度交通営団時代に採用された営団ブザーと 通称されるブザーを使用してきた。その後、1991年に開業した南北線で初めて発車メロディが導入された。また、2008年に開業した福都新線では、駅ごとホームごとに異なる発車メロディを導入し、現在他の路線でも発車メロディの導入を進めている。東京メトロではこれを発車サイン,オンと称している。都営地下鉄三田線。 東急目黒線、埼玉高速鉄道線は、東京メトロ南北線とシステムを統一するため、南北線の急発車メロディ、音無川の流れを使用している。東急目黒線では、車上側から流す。都営三田線は、ワンマン運転開始直前の2000年8月から、使用を開始している。東京メトロ管轄の白金台駅、白金高輪駅については、 南北線発車メロディの更新時に、音無川の流れの使用をやめた。なお、東急目黒線及び、都営地下鉄三田線へ乗り入れする計画のある、相模鉄道2万系電車にも、音無川の流れ、同系列ではさらに、東京メトロ有楽町線、副都心線で使用する、未来電車、ラパドも、搭載予定を、車上側に搭載する予定である。 浦和美園駅では2007年11月から埼玉スタジアム2002で浦和レッズの試合が開催される日に限り浦和レッズの応援歌である Keep On Rising が発車メロディとして使用されている東横線、港未来線、田園都市線、大井町線の場合基本は車掌のリモコン操作による発車ベルを流している大井町線では福々線化後 溝の口二子玉川間で、田園都市線との区別をつける目に、オリジナルの大井町線専用ベルを流している。ワンマン運転を行う路線については、目黒線では、車両から都営地下鉄三田線の発車メロディ、音無川の流れを流し、池上、玉川線では、車外ブザーを鳴らすのが基本である。港未来線は、横浜駅を除いて上下線で異なる発車メロディを流している。 2015年以前は発射ベルメロディと称していたが、2016年以降は発射メロディと称している。また、2016年から2017年の11月1日から12月25日まで、ウォルトディズニージャパンとのプロモーションによるクリスマスイベントに合わせて発射メロディが以下の通りに変更されていた。2000系の三次車以降、3000系、4000系。 線形のリニューアル車には乗車促進メロディが搭載されている。2004年5月から車掌が PHS を操作して、駅ホーム上のスピーカーからも流すようにな。ただし、鳴らさないことや、放送の部分だけ流すことも多い。なお、2016年3月26日以降、JR 東日本 E233 系で運行される、急行・通勤準急。 準急及び各駅停車では E233 系に搭載されている車外メディを操作することがあり、伊勢原方面ではウォータークラウン、代々木上原駅、綾瀬駅、及び常磐観光線阿アビコ駅、鳥出駅方面ではゴッタデルベアヌが使用されている。全駅で使用されている。ただし、開業以前の試運転時は現在使用しているのとは異なるメロディを使用していた。 臨海線では、基本的に JR 東日本で使用されているものと同じ東洋、メディアリンクス製のメロディを使用している。2017年6月26日から2018年3月31日まで、大井競馬場前駅で、東京シティ競馬テーマソング、トゥインクルトゥウィンクル2017が使用された。2017年3月31日から、新芝又駅と、 ヤギリ駅で使用されている。アレンジ、作曲は、スイッチの福島直也。JR 東日本の接近放送で使われているメロディが使用されていたが、2019年2月頃より、オルゴール調のメロディに変更された。2007年11月にブルーラインに導入された。導入から1ヶ月ほどは、曲の頭の部分が欠けていた。グリーンラインは開通当初から使用している。 2012年4月3日から、ブルーライン、関内駅で横浜 DNA ベイスターズ球団家、熱気星たちよが使用されている。2014年7月10日から、ブルーライン、新横浜駅で横浜 F マリノスサポーターズソング、We Are c r マリノスが使用されている。金沢シーサイドラインでは、2014年7月1日より、 開業25周年を記念して、全駅の発車ベルト接近チャイムをメロディに変更した。同様、海、文部省昇華、海、我は、海の子、横浜市金沢区出身である、小田和正の、確かなこと、言葉にできないの子曲、2016年4月16日からは、シーサイドラインのプロモーションソング、シーサイドライン私のお気に入りが追加され、 2019年4月13日より、プロモーションソング、すすめ、未来へに変更が採用され、駅、ホームごとに異なるメロディが使用されている。詳細は、金沢シーサイドラインの記事を参照。高崎駅で、テレサ店の、ビシカコーヒーをアレンジしたエンドレスのメロディが使用されている。2015年3月26日から、河津駅で、石川さゆりの、 甘木声が使用されている。大月駅、富士山駅、川口湖駅で、文部省昇華、富士の山が使用されている。寸津ズ線、三島駅にて、2018年12月13日より、西部グループ各社が協賛している、テレビアニメ作品、ラブライブ、サンシャインの劇場版、公開、2019年1月4日を記念して、同作品の楽曲、 ハッピーパーティーとレーンが同駅発車予告メロディとして採用された。ただし、三島駅は JR 東海の施設と隣り合うことなどから、東海道新幹線を利用する通勤客に配慮し、通勤通学時間帯を避けて午前10時から午後3時までの間で使用される。八代駅、徳倉駅、上田駅、小諸駅、軽井沢駅で JR 東日本と同じものが使用されている。 東洋メディアリンクス GK 館の製作所制。高岡駅停留場で列車入線時と発車時にお鈴のメロディが使用されている。なお、愛の風と山鉄道高岡駅で使用されているものとアレンジが異なる。福井駅で笠松康弘作曲のハープを使用したメロディが使用されている。勝山永平寺専用と三国あわら専用の2種類が 新浜松駅で、円鉄グループソング、街と生きるが使用されている。以前は、東部の打線と同じものが2回流れていた。駅設置の発車メロディは存在せず、発車ベルのみ使用している。乗車促進のものに関しては、名鉄では、瀬戸線を含む全線で、車載のメロディを使用している。名鉄では300系以降、新しく登場した形式で車掌がメロディを鳴らせる。 3100系の一部編成と地下鉄鶴舞線直通用の100系にはアベルがついている。かつて存在した1600系にもついていたが1700.2300系に改造後はメディに変更された。名古屋市交通局は上、飯田線以外ベル。ただし、接近メロディを路線ごとに上下別で設定している。上、小田駅は、名鉄管理のため接近メロディはなく、発車ベル。 駅設置と車載の両方が流れるだけである。特記以外は、下記説明部分に、記述の近鉄公式 YouTube を出展としている。なお、同社では2017年9月29日より、発車メロディの曲目を公式ホームページで公開している。このうち、公開時点で使用を終了した、コールメアップと、縁を祝い手を除いて公式ホームページ内かリンク。 されている公式 YouTube で発車メロディの視聴も可能である、ウェストミンスターの鐘、ドナウ川のさざ波は2016年から使用の3代目のみ、視聴可能。列車運行管理システム、アデックの更新完了に伴い2007年6月から、京阪本線、大東線、宇治線、片野線で2008年10月からは、中野島線で、向井網のる作曲による、 新メロディが導入されている。上下別に、快速特急用、特急用、それ以外の一般種別用のメロディが存在し、京阪本線、応答線のメロディは、つなげると一つの曲になる。京阪本線、応答線では、快速特急用メロディが、淀屋橋駅、天馬橋駅、京橋駅、三条駅、出町柳駅に、 特急用メロディが前日の駅と平方市駅、くずの葉駅、中所島駅、丹波橋駅、一般用メロディが前日の駅と森口市駅、茅島駅、氷園駅、岩清水、八幡宮駅、淀戸駅,駅、龍谷大前深草駅に導入されている、京阪電車は、始発駅とホームが2面3線以上かつ、電動駅という条件を満たす駅のみにメロディが導入されている。 岩清水、八幡宮駅はこの条件を満たさない、二面二線が導入時二面四線であったためメロディが導入されている。快速特急では、2017年7月まで、京橋駅で、朝も屋の京橋で乗り換えをアレンジしたものが、出町柳駅で、出町流からをアレンジしたものが使用されていた。このほか、淀駅では、臨時特急発車時に、フィガロの結婚をアレンジしたもの、 初代の特急用メロディが流れる。また、中野島駅、木西地駅、宇治駅では、京阪本線、大東線の発車メロディを基調とした、専用の発車メロディを使用している。メロディの曲名は、上り快速特急用メロディは、きらやか、上り特急用メロディは、みやび、上り一般用メロディは、きらめき、下り快速特急用メロディは、華やか。 下り特急用メロディは元気、下り一般用メロディは憧れである。ライナーは下り京橋駅、天間橋駅及び上り三条駅では快速特急とその他の駅では特急と同様の発車メロディを使用している。京橋駅と天間橋駅の下り発車メロディは快速特急を除き、種別に関わらず、淀屋橋駅は元気、中野島駅は 憧れである。京橋駅伊勢は、全種別が各駅に停車するため、行き先を区別するために、淀屋橋駅と中野島駅で発車メロディを変えている。なお、2008年11月に、京阪線の主要駅で、高谷作曲の発車メロディを収録した CD、京阪電車発車メロディコレクションが発売された。現在は2017年バージョンが販売されている。 京阪主要駅での購入は不可能だが、京阪エージェンシーから通信販売がされている。以前は特急発車の場合は、京都にちなんで牛若丸、それ以外の場合はオリジナルメロディとなっており、基本的には列車の始発駅にて流れていた一部除く、1995年12月まで使用された特急用のメロディは、1971年の初、 導入、歴史の節を参照時に制作されたオリジナルであった。このメロディは、当時の村岡志郎社長の発案で導入されたもので、曲を制作したのは発車ベルの設備担当だった木村六郎である。また、軽特急快速特急、初代が運転されていた頃は、京橋駅で、朝もやの京橋で、乗り換えを、出町柳駅で、出町流から、 被災地駅では普通列車と異なる特急用のメロディを使用していた。なお、全車については、臨時快速特急快速特急、2台、運転開始の際に使用を再開した。出町柳駅で使用されている。かつては、倉間線はメロディ、永山本線はブザーと使い分けていたが、現在はメロディで統一されている。2008年4月から市場大宮駅。 片タの辻駅、嵐山駅、北の白梅町駅で、岡野博士館作曲のメロディが使用されている。2010年から川西の瀬口駅で、川西市のキャラクター、金太くんのテーマソングが使われている。ホームによって、音色が異なる。病研口駅では2017年よりの世伝、イメージソングである、ポラリス北極星に向かってが使われている。 1990年から使用されており、この時は西浦達音が作曲していたが、2009年1月頃から向谷実作曲のものに変更された。接近時の音楽も西の浦高谷が制作している。泉中央駅、光明池駅で使用されている。東西線及びカラスマ線、2011年3月使用開始で使用されている。こと、 京都をイメージさせる、三味線やつや鼓を用いた楽曲であり、制作は、桜井音楽工房である。なお、五両駅では、京阪京神線方面ホーム専用のメロディも、存在する。長堀鶴見緑地線では、開業時から採用しているが、現在流れているメロディとは異なるものである。その他の路線でも1990年頃から、 採用しているが、長堀鶴見緑地線のものとは違うタイプのものでる。これは、同線が、花博会場へのアクセス線となり、同様のコンセプトで制作されたことによる。そのため、同じリニア地下鉄でも今里筋線は、通常の発車メロディである。当初は上り、下りともに、同じメロディを採用する予定であったが、 停車時における両者の区別がつきにくいという理由で、新たに下りメロディが作られ、すでに作成し終えていたものは、上りで使用することとなった。上り線は上昇する旋律に、下り線は下降する旋律に作曲されている。ただし南港ポートダウン線、ニュートラムは発車ベルのままである。千里中央駅で、発車放送の開始時に、季節ごとに違うメロディ、4種類が流れる。 発射放送の後にベル、またはブザーがベットなる。海岸線で開業時から使用されている。2012年5月から一部の主要駅、中間駅で塩塚白作曲による発射メロディが導入されている。新白島駅開業後に接近メロディ、始発駅での発車前メロディが2代目のものに更新された。広島港電停、横川駅電停、 広島駅伝帝で使われている。広島港伝帝はホームごとに異なるメロディで、広島駅伝帝、横川駅伝帝は同じものが使用されている。松山市駅、高浜駅、群中港駅、横河原の駅で、伊予鉄道社長の清水一郎が作曲したメロディ、リズムが使用されている。天神大無田線で2013年の2日、市駅、筑紫駅を皮切りに、 発車案内装置、駅自動放送を更新した福岡、天神駅、薬院駅、大橋駅、久留米駅、柳川駅、大牟田駅で順次発車メロディが導入された。福岡、天神方面は、東武伊勢崎線、東上線の中間駅で使用されているものと同じメロディで、大牟田方面、太宰府方面は別の反応メロディが使用されている。 前述の駅以外でも一部の主要駅では2打点、または4打点のチャイムが使用されている。なお、福岡、天神駅においては、2018年8月11日から9月16日まで、アムロナビエのヒーローが使用されていた。すべての駅で沖縄民謡をモチーフにしたメロディが使用されている。その他は、車内メロディになっている。接近メロディは、 主に鉄道駅において利用者に列車が接近することを知らせる音楽あるいはそのシステムである。日本全国に普及しているほか、一部の国や地域でも採用されている。なお、接近メロディにはいくつかのパターンがあり、JR 西日本をはじめとする関西の鉄道会社では用途によって、さらに予告メロディ、入線、通過メロディ、到着メロディ、 入線メロディの後に流れると呼ばれるものに分けられるが、主な用途としては次の5つに大別される。2019年2月4日より、南北線、東西線の26の駅の接近メロディとして、虹と雪のバラードのアレンジメロディが使用開始となった。同曲は1972年札幌オリンピックのテーマ曲であり、2030年冬季五輪招致を狙う。 札幌市の機運を高めるためのものである。同年2月6日からは、東方線でも使用開始。2010年1月より、ユノカは五稜郭公園、松風町、函館駅前、十字街の各電停で接近メロディーとして、函館参加の前奏アレンジバージョンが使用されている。大半の駅では、モーツァルトの6つのレントラーブ曲が流れる。 6つのレントラー部局の導入以前は、ウェストミンスターチャイムが用いられていた。2008年7月に、主要16駅を対象に、京急駅メロディ大募集として、それぞれの駅にあった、ご当地ソングを一般公募、同年11月に決定し、順次対象駅に導入されている。駅メロディの楽曲アレンジは、基本的に、スイッチの塩塚博が担当しているが、赤い電車は、 くるりの岸田シュゲルが自らアレンジしている。現在使用している駅メロディは以下の通り。以下に列挙されていない各駅では6つのレントラーブ曲が引き続き用いられている。かつて使用していた駅メロディは以下の通り。なお、エビナ、本厚木の両駅はそれぞれ上りと下りで流れる部分が違う。エビナ駅は B メロかサビ。 本厚木駅はイントロかサビ。2005年10月6日から名城線と名港線で JR 東日本で発車メロディとして採用されている曲を使用して実験的に導入され、2007年3月19日より上、飯田線を除く全線で本格的に導入された。2007年に導入された曲は名古屋市立大学大学院の水野美香氏教授により、 各路線のイメージに合うように作曲されたオリジナルメロディである。なお、接近メロディ導入前には、現在でも上、飯田線で使用されているような2点チャイムが流されていた。愛の風と山鉄道では2017年3月13日から順次、新旅客案内システムの使用開始に、伴い各駅独自の入線メロディが導入された、富山駅と高岡駅では独自の発車メロディも設定。 各駅で使用されるメロディは、下記の通り、発車メロディを鳴らすためのスイッチは、駅ホーム上の利用客の目につく場所に設置されている、場合が多いがこれを鉄道係員以外が許可なく、操作した場合、業務妨害罪で罰せられる、一部の駅にはその旨の注意書きが、スイッチ付近に貼ってある。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。